これ分かった、相変わらしたね、これ分かりました。おい、いい魚ですね。あー、いやちょっと針が長いですね、腹にかかってる、追いが強いから。明けましておめでとうございます、あいつりご管理人の平野ですと、今、今日は三重県の大内山の解禁に来ました。今年は特に物価高ということで、皆さんも非常に釣りに行くのも困っているということですね。私も、経済評論家みたいな人ということで、セコノミストとしての、今日は、今更聞けない鮎釣りの節約マニュアルを、同時にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。なんかマルチの販売みたいなんですけど、そうじゃなくてですね、これはまあ、鮎釣り業界で有名な感触水槽 の大倉さんが作っている工房大倉の洗浄水ですね、クリーン洗浄水なんですけど、今日ちょっとこれお借りしてきました。で、実はもう鮎釣り業界でも養殖の世界でも一般的には塩素消毒が冷水病対策とか使われてるんですけど、車だと錆びちゃったりするんでちょっと高いんですけど、こういう洗浄水も使われるということで、今日はこちらを使って冷水の殺菌もやっていきたいと思います。もう解禁前であっても必ずこういう消毒はしっかりやりましょうと。もうこのロープからですね、靴の底までやるということですね。で、これは諸説あるんですけど、冷水菌って結構、生き残っちゃうらしいので、もうとにかくしっかり解禁前であっても消毒をしましょうと。蓋もですね、でこれ原液でやるんじゃなくて希釈して構わないので、だいたいpHが 12.5 ですから、10倍に薄めても10以上あるので、まあ、そういった形で使われたら、これからの時代、まあ、塩素だとやっぱ川に流れていけば塩素もよく体の魚には非常に良くないので、これからはその飲食店も海外だとこういったいわゆるアルカリ洗浄水とかを使う傾向があるので、まあちょっと高いんで全然物価高の中で対応してないんですが、ちょっとこんなのもやったらどうかなということでご案内しました。で、解禁の時はほぼもう水温が低いので水は多めにする必要は全くないです。何でもいいです考える必要ないです。もう今もう養殖場がほぼ均一に出荷しているので、花とかよっぽど売れない店以外は売れてる店を選べばもう考える必要ないです、はい。解禁当初群れ鮎を釣るときは、一般的には皆さん小型の4本碇使う人が解禁当初魚が小さいんで多いと思うんですけど、3本碇の大きめとかですね、あるいは一般的にある市販で売られている、まあ、ダブチョウとか、それから、まあ、チラシ針ですね、まあ、3本はちょっといらないとは思うんですけど、まあ、いわゆるこういった針が長い何本かに流れて覆わない魚を、まあ、絡まして釣るときには、まあ、こういう市販されているものをいろいろ試された中の好みを探せばいいんじゃないかなと思いますと。自分で作ると結構大変なので、市販でいっぱいいいものがあるんですが、最近まあ高い傾向があるので、なるべく自分で巻く方法を作った方がいいと思うんですけど、私は自分で巻けないので、これはいわゆる蛍光棒のブロガーさんの作ってるやつですけど、まあこれだと道具だけ投げればあとは巻き芯だけで済むということなので、いろんな自分の好みに合わせて作ってくれるということなので、好きなものを使えばいいかなと思います。いわゆるチラシ針とかダブチョウとか、いわゆるその何ですか、2段とか3段で場合につけるときには、どうしてもこういう水温が低いとき、追いがまだ弱いときは、まあ、一発目外すともったいないので、まあ、なるべくこういうものでスタートするんですが、これ、まあ、ダブチョウとかについては禁止 の河川もあるので、漁協競争がよく守確認していただきたいとは思います。でですね、ちょっと水温が低いのと朝お湯が悪いので、あんま普段群れ鮎釣るときはよく皆さん何でも縛りつけるそうですが、あんま群れ鮎に縛りってあんま向かないとは思うんですけど、この、まあ、基本
でですね、私の群れ合いの時にも使う背張りというのは、この普通は背張りを打つとなるべく背張りを効かせるところに置くんですけど、そうじゃなくてもう常に効かない状態、ズルズルの状態です。そうするともうほとんど何ていうんですかね、異物をこうやって乾いてるような感じなんで、このまま出していくと、で朝一はですね、あんま起きいかないのは何でかというと、多分なんですけど、その群れアユって朝ヘチで寝てると思うので、あんまり起きに行かないんですよね。で養殖だから弱いからって言って起きに行かないからで投げると余計弱るだけなんで、なるべくもう朝は辛抱よくその群れアユが行くところまで待つ感じですかね。どこにこの魚がもう見えないので、普通はこう例えば魚の弱い魚とかの群れアユだとピチャ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 飛んでるところにだいたい溜まってるので、そういうところにこう下から落とし込めば釣れるんですけど、こう今日なんかこうピカピカだけどどこにいるか分かんないときは、もう下こう糸の動きとおとりの泳ぎでどこに群れがいるか探っていく感じになると思うんですけど、比較的このセガカレ DNA は普通の古参の人工さんとかよりははるかにあの強いところというか水深のあるところとかなんですけど、まあもともと縄張り持つ愛なんで、群れがいない分この時間は縄張り持つまでは辛抱かなとは思いますね。去年も朝初めて私もセガカレ DNA の会期やった時に朝一釣れなかったですからね。皮はビカビカだけどね。よし、勝ったよ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 、変わりました。おお、巻き木、これがセガカレ DNA ですね。2時間半坊主でした。風が強くてちょっと竿を短くしたらちょっとあの上げるのが早いですね。まあもう追いが強い魚を取ってるので怒りに変えました。ただもうあの巻き木なんで入れはすぐかかって終わりなんで、もう移動して釣り切りで終わりだとは思います。どの程度ここに何匹いるかにもよりますけど、こういう時はあんま泳がせないで、もう巻き木の魚なんで引っ張っていっているやつを取った方が早いとは思いますけど、これ今買った、あれ買いましたね、これ買いました。おい、いい魚ですね。あー、いやちょっとハリスが長いですね、腹にかかってる、追いが強いからハリスをもっと短くします。今これでもハリスが長いので、もう指一本まで下げちゃいます。もう群れアユじゃないので、朝群れアユなんか狙ったらいなかったんで、もう追いの強い魚を捨てないと、これで大体今指一本ぐらいですね。これでかつもう針の、あの痛みが短い方が当然あの痛みも遠いですけど、これ節約の第二弾として反対からこうつけるとですね、針って常に下が痛むだけなの、日本変化には反対からつけると上が下になるので、単純に言うと単純計算針は倍ボスと、まあ、いうことなので節約には向くかなと思います。あんまり古参の割にはこういう泡立ちの中にはいない感じですね。まだお湯を強いの取ったんで、これからちょっとしばらくするとまたつくか、この群れをかけ絡めて取ると、もうこれ全面いるのでしばらくここ粘りますわ。最初のやつはみんな巻き木がかかって、今白いちっちゃいのがかかったって、もうあの見えてる魚が絡んだだけでもう追う魚はそんないないかなとは思いますけど、
わかった。帰りましたね。今かちょうどいいのが釣りましたね。よいしょ。またちっちゃいでしょ。これ、こんなちっちゃい。まあ、今ここもう最初の追いの強いのはまあほとんど外れちゃったけど、釣ったのは2つ巻きっきりで、他もすごい当たりでかかるんですけど、もうそれ以降はビラビラ見えてる魚は多分最後の放流の子さんだと思うんですね。14センチぐらいなので、そうするとまあ群れてるので、どうしてもあのいてもかからないっていう状況があるので、まあ理想で言うとこういうとこでも群れ鮎釣るときはあんま逃がさない方がいいです。ただどうしてもあのこの群れ鮎筋にいるようなので、立てちゃうと泳ぎっぱなしになってしまうから、前面にこう舐めながらいる感じなので、あんまり魚がこう寄りついてる感じ、お互いが寄り添ってる感じではない分、やっぱり糸にもあんまぶつかないし、たまにまあフラフラっとかかる感じですね。今これ群れに入ってるんですけど、群れがそんなにすごい量ではないので、もう群れがこう糸にぶつくらいいるともうかかりっぱなしになるんですけど、そこまでの量じゃないので、正直解禁からやっぱりこう大内山イコール17、8、9を狙ってドカドカ釣りたいっていうのがあるところから比べると今日はちょっと物足りないですけども、これはもう今日はもうしょうがないですね。よし、かかりました。群れ合いですから、こうこれよいしょ、よいしょ、ああっていう風になってしまうわけですね。ちなみにあの群れを釣るときにあの手前から出すじゃなくて、実は群れって対岸から引き込む方が入りやすいという法則があって、その理由はちょっとわからないんですけど、意外にあの外側から引っ張った方が群れは入るというのがあります。糸ぶっついてるよ、糸ぶっついてます。だよ、かかったけどすごいちっちゃいから、どうしてもバレやすいやな、これは。お、そうでもないか、あれそうでもない、今日最大やっぱ外れた、群れから外れたところでかかると突然ちゃんとしたのがかかるんですね。これがありました。うれうれうれ、せっかかれ DNA、 うれちっちゃいけど去年と違って、うれうれ、まあしょうがないです。今年はもう場所を失敗するとこの時期は、基本的にこの解禁なので、巻き木の魚も実はこの古参系の魚というのは群れ合いのそばにいるので、まあ一通り最初新しいとこ来た時は引きずりで追いの強い縄張りのこういう魚を、まあ、取って、それからまあどっかに動けなかった時はビラビラやってる群れ合いを拾って稼ぐという形にはなりますけど、全体数はいないとは思いますけどね。まあこの支流も本当ほとんど離してないに等しいぐらいの量しかいないので、こういう鏡にはまず縄張りはいないとは思うんですけど、まあ一通りこう行っちゃったんで泳がして、こういうところには縄張り屋のこの、おーおー、でもいた、これましたね、あれ話が違いました、すいません、解説が下手くそで巻き木でした。ただこれはまあ解禁なので、ああいう鏡にも大魚がいるということで、まあこれがかかってるということは本流の最初解禁やったところももしかしたら今はかかってるのかどうなのか、ただまあやっぱおとりも取りづらいとこだったんで、まあ、解禁だから釣れるだろうと思ったらえらい目に遭いました。なかなかこう渇水だと絡ましてかけたいチラシにすると値がかかるし、
田部町なんかなおさら根がかかるし、散歩チラシも根がかかると。思い切って三本怒りの方がいい場合もあります。ただもう魚の全体数は少ないので、もうこの子さんは釣ったら終わりですね。あ、今蹴られましたけど、基本的にはついてつくほどの量はいないので、まあさらばをいかに探すかがこのここの大内山のまあポイントかなと。やっぱどうしても2トンしか放流してないですから、まあ同じセガカリ DNA のアユでもやっぱりちっちゃいと最後に放した魚の方がやっぱりこうやって群れる傾向もあるし、ばらけないし、だから正直今日は本当自分の場所が悪かったのか、なんかよく分かりませんけど、みんな釣れないっていうんで水温のせいだったのか後で分かりますけど、まあ、ちょっと臆病風吹かれてこういうせこい釣りになってしまいました。よし、買いました。ほれ、買ったでしょ、買ったでしょ。あれ、よし、いるけどちっちゃい。口かかり違うか。あ、口、サラバ行くとすぐなんですよね。カメラが回ってる時間は朝8時半になるので丸を使いました。それ以降ちょっと禁断の支流に来て、そこで撮影用に、まあ、目標は9時で終わるということですから、でそこで短時間で13匹カメラが回ってる間で撮りました。ただそれ以降も、今日は残業というので、5時までやりまして、ことに向いて58匹でございました。どうも聞いてるとやっぱりどこも、340アベレージでかかったということなんで、どこも朝は全く釣れなかったという、まあ、これ一つ考えられることとしてはですね、天然素性が上がってくると天然素性と同じ習性になる傾向があるようなので、そういったことも含めて、まあ、来年以降も、常にこの、天然の川と堀の川とか天然をイメージして釣り場も天然に近いようなところが平均でかかって、素性器の背脇とか、天然がよく好むような肩がザブザブしたようなところだったと思います。非常に、結果の、満足でございました。